2005年 J リーグディビジョン1第27節、この時間は浦和レッズ対柏レイソルの一戦をお送りしてまいります。今日は浦和レッズとホームゲームです。これまでのレイソルとの対戦成績、リーグ戦はレッズは10勝4分け7敗です。今日のこのゲームは埼玉市浦和駒場スタジアム、レッズのホームゲームで行われます。ここまでレッズが勝ち点が41、6位、レイソルが勝ち点30、12位の対戦成績です。今日のこのゲームは渡辺一平さんの解説をお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、レッズからすると今勝ち点40を超えて41と、はい、これやはり最後まで望みをつなぐためには勝ち点3かもしれない、ね、そうですね。今日のゲームを含めて残り8試合ですか、はい、なので追うチームとしてはもう1試合も落とせませんよね、はい、果たして浦和レッズが今日勝ち点3取れるかどうか、また逆にレイソルは降格争いに行かないためには踏ん張りたいところですね、はい、そうですね、はい、まあ、ここで勝ち負けと来てますけれども、うん、で1つずつ勝ち点を積み重ねる、なのでこのゲームも順位的には差ありますけれども、いかに勝ち点1を拾うサッカーっていうのをね、これから先考えられると思うんですよね、はい、それではスターティングメンバーご紹介しましょう。浦和レッズゴールキーパーが鈴木です。ディフェンダーが坪井、堀之内、内田の3枚、ミドフィールドが長谷部、鈴木、酒井、ポンテ、そしてフォワード登録という形で永井をここに入れましたが、田中とマリッチの2トップです。イエローカード3枚溜まっているプレイヤーが鈴木と鈴木圭。今日はトゥーリオ、山田、サントスが出場停止、平川とネネが怪我ということで5枚のプレイヤーを欠いています。リザーブご覧のように若手になりました。細貝、赤星、横山、そしてエスクデロと入っています。キーパー控えは山岸です。チームを率いるのはブッフバルト監督、2シーズン目。さあ一方柏レイソルはゴールキーパーが南、最終ラインは土屋派と薩川の3枚です。経験十分です。中盤が増田と平山、明神、大谷、クレーベル、ツートップが玉田とレイナウド。若い大谷がスタートのメンバーの位置を確保してもう久しくなりましたが、明神とコンビを組みます。で早野博史監督がチームを率いています。こちらも3枚は鳩と大谷、増田がそれぞれ3枚ずつイエローたまってしまいました。若手が入っていますが、小林雄三、大野、矢野、フランサ、加藤がゴールキーパー控え、小林陵は今日出場停止ということでゲーム出られませんというこの両チームですが、まあ、レッズの方はちょっと出場停止と怪我人が多いというところになってますね、はい、特に最終ラインですよね、まあ、年齢の怪我というのも非常に痛いですし、うん、はい、ベストメンバーが組めない、まあ、もちろん攻撃陣というのは徐々にですけども良くはなってきていますよね、はい、うん、エメルソンが抜けた穴というのはね、はい、この田中達也も代表のフォワード一角を狙いたいところですもんね、はい、そういった意味では両チームの、ね、はい、エースストライカーが、ね、代表のこれから生き残り、サバイバルゲームですよ ね、ですね。まずリーグ戦でしっかりと結果を出すことですよね、はい、田中達也今シーズン7得点、柏レイソルの玉田が現在6得点という数字を今これまでは持っているということなんですけれども、まあ、田中達也からすると現在7点24ゲームでというところなんですが、まあ、これが増えるかどうか。前節はここのところ3試合ちょっと点が取れていないということですが、まあ、怪我なども含めてちょっと心配なところはあります。一方の玉田なんですが、玉田は6得点取っています。レインナウド、クレーベルというところのコンビからボールもらえるかどうか。さあ間もなくキックオフになります。今前半が始まりました。黄色いユニフォームのレイソルが右から左へ、赤いユニフォームの浦和レッズが左から右へ攻める形になります。いきなり最終ラインへ放り込んできました柏レイソルです。さあ今日は浦和レッズの方なんですが、まあ、普段左に入っているサントス、アレックスがいないということで、はい、今日は酒井を持ってきたということなんですが、うん、まあ、そういったところ平川も怪我ですし、はい、急増のメンバーにはなってしまいましたよね、はい、サブのメンバーを見ても非常に年齢的にも若いですから ね、そういったところから今はもうやりくりように必死じゃないでしょうかね、ブフバルトはね、うん、レイナウドのボールがちょっと当たってしまいました。ここを今知ってるかもしれません。こちらは玉田、今日コンビを組みますが、玉田はレイソルに入ってもう7年目に入りました。レイナウドはちょっと状況的に脳震盪に近いような感じですかね、目のあたりですか。スローインからです。ここに坪井がいます。まだ帰国して13日の木曜日の夜帰国ということで、今日のこの土曜のゲームですから、うん、まあ、本来であればね休ましたいですけれども、はい、まあ、しかし今は出なきゃいけない、うん、そういったメンバー状態ですからね、はい、今日は永井が右に来ていますので、
このちょうど平山とは相対するポジションになります。こちら田中すごいもうね、ヨーロッパ遠征では今一つね、自分では納得いってないと思うのでね、リーグ戦でもう一度信頼を勝ち取るためにもね、一試合一試合結果出していきたいですよね。まあ、それぞれに親善試合も含めてやはりあのワールドカップ出場国と決まった国と戦うというのはかなり厳しいところは、厳しいですし、まあ、それぞれの国がそのフレンドリーマッチをどのようなことに位置づけているのかというのもありますけどね。まあ、そのゲームを観戦した方、テレビなどニュースなどで見た方はなんだシェフチェンコ見たかったなという方がいたかもしれませんけど、それはちょっとがっかりでしたけどね。さあ今日は浦和レッズがホームゲーム、ご覧のように酒井が後ろにいて前に長谷部、この長谷部と鈴木啓太のボランチに左に酒井、右に永井という布陣です。今日のレッズです。レイソル側から見ると大谷が成長して今シーズンは今、まあ、ボランチの明神と組んで、ね、はい、組んでますが、いやこの2人のコンビネーションというのはよくはなってきています、はい、で一方攻撃陣において鎌田がやはり今シーズン出足、点が取れませんでしたね、はい、それはやはり全てにおいてゲームの組み立てから攻撃、ゴール前まで、はい、全て攻撃において彼が背負ってた部分があったんですよね。しかしクレーベルでありレイナウドが加わったことによって、はい、ゴール前でプレーを専念できるようになりましたよね。ダイレクトへ右へ出そうとしましたが通りません。まあ、そういう意味ではその補強という意味では、まあ、両チームともに、はい、それぞれに、まあ、外国人選手が、まあ、フィットしていると見ていいんですかね。そうですね、はい、まだ好不調の波はありますけどね、はい、うわー厳しい、イエローカードが明神にいきなり出ました。左から酒井が上がろうというところを潰しました。明神に1枚目のイエローカードは前半の3分です。初めて左サイドを担当するという酒井、ファールを受けています。まあ、彼のプレースタイル的にはやはりボランチ、はい、どちらかというと守備のポジションであったり、はい、前線へのフィードが売りだと思うんですけれども、サイドを生かしてこの両サイド長いと今日はレッズは両サイド組んでますけどね、はい、今の場面は2列目からまあ飛び出すような形ですけどね、シュートに行きました。この長谷部のシュートがまず一つになりました。各チームがやはり世代交代が一回こうちょっと落ち着いてチーム力が上がって、はい、あとはこの優勝争いに残った時にその若いメンバーが踏ん張れるかどうかというのは、はい、ジェフも含めて数シーズン ね、はい、あるようですけども、そういったところで昨シーズン、はい、まあ、今シーズンもそうですけれども、レイソルというのは苦しみましたよね、はい、過渡期であり、スムーズにいかなかった。そのレースに比べるとレッツであったり、その先ほどお話にあったジェフというのは優勝こそないですけれども、スムーズと言っていいと思いますね。その世代交代は早野宏監督です。ゴール前のシーンにボールが入りました、ね、まあ、ここは早野監督にとっては今日のゲーム、前回のあの勝ち点3を、はい、1-0 の神戸戦をものにするためにはここで何とかしておきたいですね。そうですね、レフリーのジャッジでいろいろ問題はありましたけど ね、ラモス・ルイコーチが今ベンチに入っていて、まあ、かなりあの選手たちの間で気が引き締まるといいますか、そうそう、ね、かなり闘志を前面にというね、はい、効果絶大のようです。シュートに行きます、玉田左コーナーキックを得ました。玉田はこれ一回りして二回り目に入って折り返してからなんですが点数を量産するようになってきましたが、ただそれが2点取ると合間がいてまた2点取るというような感じで、なかなか連続ゴールはないね、はい、ないんですが、セットプレーです。中央を戻します。チャンスボール打てません。レイソル増田バランス崩しながらもノーホイスです。ここが最終ラインセーフティーです。つかせます。明治キャプテン、ちょっと体の痛みも含めると本来は休んでもというような状況だそうですが、ゴール前来ます、ワンツー、中へ来る、うまい。今のフォローもまた明治なんですかね。そうですね、はい、2列目から長谷部の飛び出しだったんですけどね、しっかりそれを予測して先にコースに入りましたよね、
新外国人のポンテがレバークーゼンからで、柏レイソルの方も外国人プレイヤーたちの中にはそうやって海外プレーをしている選手たちがいますので、そういう意味では評判を聞いていたり、うん、まあ、オフサイドです。あとは逆に一緒のチームにいてというプレイヤーたちがいることになるかもしれませんが、まあ、今シーズンから J1 はレギュレーションが1シーズン制になり、はい、まあ、その1年目ですよね、うん、で代表戦であったりワールドカップの予選があったこともあり、はい、中断期間というのが何度かありましたよ ね、 そうですね。でチームによってはその中断期間が逆に作用してしまって結果を崩 し、はい、崩してしまう状態をね、はいはい、っていうようなチームを、まあ、鹿島がそうですけれども、ね、はい、まあ、代表選手を抱えてますからね、しかしレッツも代表選手を抱えながら、うん、はい、まあ、エメルソンが抜けたりはしましたけれども、はい、徐々にですけれどもその中断期間がいい形にポンテ の、 そのチームにフィットしている感覚を見ているとね、そのレイストルも徐々にですけれども調子を上げてきてますよね、はい、こちらハセル、まあ、シーズンによってはトップ下あたりでプレーをするようなこともゲームの流れの中では出てくることがありましたが、まだ長谷部も21歳で、相手チームの大谷が20歳で、はい、どんどんあの若いプレイヤーが J 元年の頃から考えればはるかにプレイヤーの年齢が ね、 ね、若くなって楽しい選手たちが出てきました、まあ、これから代表を背負って立つ選手ですよね、はい、まあ、長谷部の場合はトップ下というポジションも一つ選択肢としてあるのかもしれないですけれども、はい、まあ、若いですし、あと走力運動量というのもありますから、十分ボランチでゲームを組み立てて、はい、ボールをさばいたらゴール前に飛び出していくだけの運動量ありますから ね、はい、まあ、一世代というか 2,3 年前ですとね、一世代というか、まず審判ご紹介してみましょう。主審が山西さん、副審が宮島さん、鈴木さん、第4の審判員は唐木田さんです。山西さん今日13試合目のジャッジということになります。まあ、今代表でいくとボールもらって出してさらに前という意味ではガンバの好調の一つの要因でもあるでしょうけれども、遠藤がある程度そこにお手本としているような感じでありますけど、そうです、福西もそうですよね、まあ、とりあえず代表で言えば、はい、もちろん長谷部というなっていうのもね、プレーというのを見てみたいですけれども、はい、激戦ですから ね、 ですね、国内組、海外組、はい、そういったメンバーを含めてもね、さあ前に出てきます。あ、うまい、うまい、さあシュートに行けるか、長井が来た。今のタイミングはもらったときはこのままシュートかなと思いましたが、彼のスピードで抜け出たんですけれども、少し自分のイメージとコントロールがね、はいはい、多かったですよね、はい、ボールがイレギュラーしたっていうのもありますけどね、はい、しかしクレーベル・レイナウドと運んでって言いますか、繋いでくれたというね、ことでしたが、平山のコーナーキックです。いいボールクリア、ダイレクトは打たせませんでした。レッツ、さあ津川、うわ、先にボールには行きましたが相手ボールです。鈴木啓太がボールを入れてポンテ落ち着きます。長い、長い、さあ左のタッチラインにはすごいです。この今日はレイソルがアウェーですが、立ち上がりのこの10分ですけれども、の回数からすると攻撃的に来てますか。うん、まあ、システムは変わりませんけれども、はい、やはり浦和普段していないポジションというところもあるので、ギクシャクはしてますね。キーパーです。お腹が入れたポジションです。さあレイソルです。平山、一回渡します。明神から右に出します。さあ土屋、今シーズンは土屋がこのレイソルの3枚に入っています。倒れない、倒れない、行きます。さあレイナウド、シュートまでいけるか。中へ出したクレーベル、バランスは平山には出さないで同サイドです。増田、ふわっと浮かせたボールは打てません。最後は大谷が埋めたようでしたがダメです。ここはファール、土屋のファールです。今シーズン移籍してきたレイソルの右サイド、
浦和レッズからするとこの駒場で試合始まった頃にはなかなか勝てない時代がありませんでしたね。なかなかこう強くなって結果が出るようになっても優勝がなかなか遠かったんですが、ここを今シーズンの前の2シーズンを考えれば一つずつ、まあ、一つの結果としてはカップ戦のタイトル取り、ナビスコですね、ナビスコですね、でセカンドステージ取り、取りましたね、3シーズンね、はい、そうすると今シーズンというね、はい、まあ、あのレッズファンの間にはあのナビスコを取った時にいっぺんに3つともという天皇杯も目論んで、リーグステージ優勝とね、そういうことをいっぺんに取りたいというような声も聞こえましたが、でもあの勢いの時はしばらく続くかなと、その勢いがすごかっただけに、まあ、苦しんだ J リーグ開幕当初のメンバーっていうのは今も残ってませんけどね、ラインには坪井がここまで構えします。まあ、そういう意味ではまあ福田選手が引退し、何人かゴールマウスを守っていた土田さんも、土田選手もまあゴールキーパーコーチにも変わってますが、そういう意味ではあの山田、今日出てませんか、山田選手がそういう意味ではかなり長くそういうチームを見つめてきた、まあ、岡野もそうですよね、あ、そうですね、岡野選手一回神戸にね、はい、出たりはしましたが、お金も戻ってきています。一番苦しい時代を知っているのはスタッフであり、はい、サポーターじゃないでしょうかね。そうですね、はい、はい、今は J クッシュのサポーター、うわー厳しい、いったイエローかな、あー2枚目じゃないですか、です、ね、ちょっと今遅れましたね、ポンテに対して。確かに通っていれば、はい、柏にとったら危ないシーンでしたけれども、はい、飛び込まなくても良かったと思いますね、明神は ね、 ですね。今日は明神怪我をして張り切って登場したんですが、その気持ちというのがこの立ち上がり空回りしたこういったレッドカードにつながってしまいましたね、はい、2枚目のイエローカードを3分にもらって、その10分後13分に2枚目が出てしまって、キャプテン明神は退場ということになりました。もう一度ここでスローが出てくると気にするかもしれませんが、ちょっと遅れ気味に行ってしまいました、うん、さあレイソンのサポーター、今の場合、まあ、ポンテにボールが通っていたとしても、はい、直接ゴールというシーンではなかったので、うん、確かに遅れてのアプローチにはなりましたが、はい、まずコースに入ってスピードを遅らせる、はい、ボランチとしてそういった仕事が、ね、要求されましたけどね、はい、まあ、一番分かっているのは彼本人じゃないですか ね、うん、ですね、はい、キャプテンマークを今旗に渡しました、まあ、声をかけました。しかしこの早い時間帯で1枚に数的不利になるというのは厳しくなりますね、はい、ですね。前半の13分に退場で明神がいなくなりました。セットプレーを得たのは浦和レッズです。ゴール前、土屋のクリア、もう一度中へ競り合います。マリッチまで行かない、シュートは上、ラインを直接割っています。中には土屋がいますし、マリッチが大きいと言っても、まあ、強いと言っても、まあ、土屋、さらに波藤、札川とここで跳ね返しています。キーパーは南です。そのレイソルの3バック、はい、決して大きくはないんですけれども、うん、今先ほどの土屋のヘディングなんかでも身体能力高いですね、で札川も上背はないですけれども、はい、しっかり体寄せれますね、人には強い選手ですね、今堀之内が倒れていますが、そのプレーとってます、まあ、人に強いで、しかも空中戦にもかなり相手を使いながら滞空時間が長かったり、いろんなことがありますね。まあ、どちらかというとね、僕もサツカーと一緒にコンビやってたことありますけども、はい、ヘディングといいますか、空中戦は得意ではないです。ないですか、はい、うん、どちらかというと彼は結構ですよね、はい、スピードありますからね、はい、さあ、レッツ土屋のカバーです。コーナーキックになりました。酒井、今日初めての左サイドのポジションです。この酒井もジェフのユースから育ってきたプレイヤーです。一度名古屋に行き、そして浦和レッズに入って2年目、長谷部は2002年にレッズに入りました。さあ、もう一度スローインに変わります。
もしこのレイソルにかつてこのポンテと同僚のフランサが残っていれば、共にレバークーゼン出身者がここで戦うというね、そうですね、ことはあったんですが、今は外国人選手が変わっています。浮かせた、クリアです。後ろから行って勝ちました。ただこの土屋選手が、土屋がマリッチを離してしまった時がちょっと怖いかな、怖いですね、感じなんですよね。今シーズンまでがマリッチ2得点ではありますが、高さの強さがあります。ゴール前クリア、坪井も突っ込んできました。こちらが坪井、新人王もデビューの年に取りました。その後、カードなどをもらわずに本当にフェアプレーが多いという、ポジションがセンターバックということもあって、はい、カードはどうしても、ね、もらうと思うんですけれどもね、彼も非常に身体能力が高い選手であり、はい、代表で経験を積むことになって、一時はレギュラーという、ね、はい、感じもあったんですけれども、ここ少しフルメンバーといいますか、ベストのメンバーの時に、ね、外れてしまうので、ね、本当に少年度だと思うんですよね、ワールドカップの本大会に向けて、ね、若いモニアなども育ってますからね、ですね、オリンピック世代が押し上げていくとどんどんこれ日本代表の層が厚くなってきますが、ただ箕輪選手が選ばれたようにフロンターレのリーグ戦で結果を出していくと可能性がある、ね、はい、遅咲きですけれどもね、箕輪もね、レイソルボールです。コーナーキックに変わりました。背番号8番がレイナウド、19節からプレーしています。早い時間帯に、はい、退場者を出したレイソルですが、明神のポジションに誰かを下げるという、はい、ポジションチェンジをしていないような感じしますね、はい、フォーメーション的に、攻め込まれた時は増田、平山といったところがかなり低いところまで、ポジションを取ってますけれども、レイソルからすると1人少ない分このセットプレー大事に、もし取れたら大きな1点になります。ポジション争いがさらに厳しくなりました。中のプレー、土屋が交わしに行きます。レーベルがいます。さあどうか、ニアのところで2人が倒れましたが、水落ちあたりに入ったのかもしれませんが、ご覧いただきます。ここでちょうど今画面外れてしまいましたが、堀の内あたりがまた倒れたのかもしれません。水落ちあたりなんか抑えているような感じですね。牧原ハッセベですか、ハッセベですかね、はい、出さない方がいい。水落ちあたり、レイソルは流れの中では非常に厳しくなりましたけれども、こういったセットプレーっていうのは、ね、はい、その1枚少ないっていうことをカバーできますからね、はい、前半20分です。チャンスです。レイソル、流れたボールです。またレイソルボールです。増田がボールを受けに来ました。クレーベル、スローインが変わるか、スボイが確認します。スローインが変わりました。増田に変わっています。玉田です。玉田はこぼれ球狙えるか。増田がコースを作ってもう一つ持ち込んだ。上はなりませんでした。さあレッズボール、田中達也がこういうプレーを見せてくれるか。マリッチは右に開いています。逆サイドは長い。そしてシュートに行く。長谷部がミドルを今日果敢に狙ってきます。今のはまず最初にうまいという話が出た右サイドの長井のプレーだったんですが、そうですね、はい、それも左サイドからの展開だったんですけれども、1枚少ないレイソルとしたら、はい、どうしてもボールサイドに球を人数をかけたいわけですよね、はいはい、しかしそのボールサイドに寄ってきた相手を見て、しっかり逆サイドへの展開力、はい、
なので逆サイドにボール長に渡った時にはレースのディフェンダー1枚と1対1の局面が作れるわけですよ、はい、イメージ通りの展開じゃないでしょうかね、長井が今日は右、左に酒井、前は田中達也とマリッチ、そしてポンテ。フリーキックです。またセットプレーになりました。玉田、土屋、ワールドカップの予選でアジアの大会の中ではこのスピードがとても魅力的で頼もしく見えた。アジアだけじゃなく世界と戦うのはやはり日本の武器はスピードでしょうね。はい、ゴール前のシーン、キーパーと触ります。いいボールが今入ってきました。まあ、キーパーはこれで直接ファールにはならなかったと思いますが、ここのところで背中に最後当たって、いや嫌なボールですよ、はい、守る方としてはね、キーパー続きが抑えました。さつかわかのボールを受ける、坪井がファール、ポストプレーはさせませんでしたがファールを取られています。坪井、玉田、その後ろ側に大谷、土屋、黄色いユニフォームは10枚になっています。ボールの位置を戻しました。山西、ここでフリーキックです。主審は今日は山西。ゴール前、カバー収めます。危ない、ポンテはすぐに起き上がっています。長井がまた長いランニングです。長いランニング、長いランニング来ました。さあ長井ゴール前に入れる、田中達也がシュートから横へ出して流し込みました。ポンテよく今田中達也あそこをまたパスに切り替えてますね。見ていましたしね、もう一つパスの選択として、うん、逆サイドマリッチもフリーでしたからね、23分。あ、田中達也の頭を指さしてますが、ああポンテは自分は入れたけれども彼のゴールだと。そうでしょうね、今半分以上は半分以上お膳立てが、ね、しっかりしてましたし、はい、この長谷部のボール、でボールを持っていない選手、長井の動き出しであったり、出た瞬間にも中盤の選手がゴール前に詰めてますよね、レースのディフェンスラインとしても完全に1枚列が余ってましたから ね、ここは、先制ゴールは浦和レッズ。 いい展開になりました ね、試合前のメンバーなんか見ても、怪我人であったり出場停止、ベストメンバーが組めない、条件的には非常に苦しい列だったんですけれども、早い時間帯の明神の退場であったり、でそれで前半 0-0 で行ってしまうと、逆に勢いっていうのがレースに出てきて、焦りというのが列に生まれてくる、しかし前半のうちにしっかりとしたこういった1点を取るという、ね、形が作れたというのは大きいです ですね。25分経過しました。23分にゴールが決まって1対0、浦和レッズが1点のリードです。ちょうど長井が一つプレーをしたときに相手のプレイヤーに対してプレッシャーがかなりうまくいってたんですが、もう一度また長井がアシストでした。長谷部がこうサイドですね、側頭部を抑えてますが、中盤でのボールの争いのところでこの肘が、増田の肘がちょっと入りました。長谷部起き上がります。起こしてもらいました。手を出したのはポン。さあ浦和レッズにとっては1点が入ってかなり気持ちもある程度落ち着いて、この後、ね、じっくりとできるかと思います、はい、楽にはなったと思いますけれども、これはやはり相手条件的にも非常に有利な立場になっているわけですから、前半のうちに試合を決めるだけの気持ち、前がかる気持ちが必要になりますよ、レイソルからするとどうでしょう。これ1点を取られましたが無理に前に行く必要はまだ時間がありますからね、前半の、まあ、25分過ぎですから、リスクを犯して前に出る必要は逆に2点目3点目と相手に追加点を与えてしまう可能性もありますからね、土屋に今イエローカードが出ました。ゲームプラン的には守備の意識を持って奪った後のカウンター、それがメインベースになってくるでしょうね。ゴール前はクリアです。
ファウルを犯したように見えましたがそのままプレー続行です。レイナウドですか。レイナウドさんの背番号8番こっちがまた鎌田のファウルか。先ほど一つイエローカードを土屋と言いましたが失礼しました。ここが出なかったようです。でプレーを流したんですけども、ね、先ほどのプレーで ね、はい、ちょうどタッチライン手前側ですね。右サイドのところで一度倒していて、で相手が倒れてユニフォーム引っ張って、まあ、起き上がらせようとはしたんですがそのプレー続行でした。で最後1回ゲームが切れたところでイエローカードの判定をもう一度下しました。クレーベルイエローカードです。レイナウドイエローカードです。27分でした。さあ来ます、鎌田勝負、右足になったシュートです。ここはもうやはりよく知ってるというところですか。そうですね、左はしっかり切って中へ中へ誘い込みましたけどね、はい、ポリン、ここで内田同点に追いつくチャンスをもらえるかどうか。シュート、レイナウド・クレーベルコンビネーション前に預けてポストから出せない出せない、よく出した増田、ファールはない。もう一度です、ゴール前3枚います、押し出されています。大谷、あ、レイソルボールですね。はい、はい、一瞬最後は大谷が出したと思いましたが、ついているのは鈴木健、マスタのスローインです。20歳の大谷、ゴール前ダイレクト打てない、次のシュートは混戦の中フィニッシュ、もう一度打ちたい。キープキープ、平山戻します。ゴール前ハイボールになります。鈴木です。ちょっと長すぎました。結局レッズの最終ラインのところは外せませんでした。キャプテンマークは今鳩がつけています。13分にイエローカード2枚明神取られてしまいましたので退場です。長谷部のチェックに対して鎌田が倒れています。今日は途中このプレーの2つほど前でもかなりクレーベルやレイナウドが主審にアピールするようなことが ね、はい、そうですね、ありましたけどね。まあ、立ち上がりからね、はい、カードをたくさんレイソルもらっているので、バランスとしては列を出してくれ、はい、ということだとは思うんですけれども、はい、鎌田ここまではレイソルが明神が2枚、レイナウドが1枚で明神は退場にもなっていますのでイエロー2枚のレッド、そしてレイナウドが1枚です。後ろから押していましたか、ファウルです。まあこれはイライラしているかもしれませんが確かに押してました。30分経過して31分、まあロスタイム含めてあとちょうど15分あるかどうかというところになってきました。長井です。平山としてもそうそうやられるわけにいかですね、こっちサイドね、はい、坪井です。一人多いレッツ、よく頑張りました。ポンと長井、鈴木啓太と長井のパス、すごい鈴木啓太、長井、マリッチは中央にいます。
ベイソルボールです。このクレーベルはビトゥーリアにいて、この2005年にチームの方にまた途中加入してきました。これはレッズチャンスだ。田中マリッチ落としてポンテ体入れた、先に入れた、さあシュートチャンス打ってくる。いやもう一つ早いタイミングですよね、はい、いつものであれば、ね、しかしあのあたりはポンテもうまく、この後ですが難しい体勢でしたけど ね、はい、マリッチが落として後ろ向きながらもやはりしっかり坂井のこと見てましたよね、はいはい、あそうですね、ワンバウンドぐらいでも打てるタイミングがありましたかね、はい、の中を見た分、はい、タイミングずれましたよね。レッズのいい形のシュートまで行った攻撃でした。ポンテ、マリッチ、マリッチは、まあ、ドイツ生まれでクロアチアの国籍ということですが、ブンデスリーガでも活躍しました。ポンテも同じです。さあゴール前に来る、シュートに行きました。直接です。今日は長谷部のシュートが増えています。まあ、こういった展開はレースでしょうがないでしょうね、はい、なのでもちろん理想とすれば前半のうちに追いつきたいというのはあると思うんですけれども、はい、まずとりあえずこのハーフタイムまで何らかの指示を仰げるその時間帯までゼロで抑えることですよね、はい、このままの試合展開で、ね、チャンスがあればカウンターと、はい、前半終わって 1-0 ならこの状況なら、まあ、後半に望みがつなげる、ね、十分、ね、可能性ありますからね、はい、長井へ来ました。達也は畳まれています。どうしてもフォワードに対するチェックは厳しくなっていきますが、向こうずねを抑えています。イエローカードは鳩に出ました。鳩イエローカードです。前半の34分になりました。手元の時計は前半34分になっています。田中達也、田中、玉田、両チームのエースフォワードはスピードを持っています。潰されません。土屋が前に出てきています。いいですよ、これ奪った後ですね、はい、あー、いいフォローがあった。今あそこもし行かれたら、そうですね、はい、ね、まあ、ボランチとして続けたいい仕事しましたよ、はいですね、その後ちょっと痛んでいますが、あ、ゲームを切ります。ちょうどセンターライン越えそうなところですよね、はい、あのポジションを突破されていたら、はい、レイソロの思うつぼといいますか、はい、カウンターが来ましたと思うんですよね、代表にも呼ばれ成長したレイソルのエースストライカー。レッズはこの田中達也がエメルソンとコンビを組んで、田中達也がぐんと伸びたような印象がありました。そうですね、スピードがあったんですけれども、はい、もちろん個人の突破も彼の魅力ですけれども、うん、周りとの連携であったり、そのエメルソンとのコンビを組んだという経験は大きいですよね、はい、そのエメルソンは中東へ行きました。ゴール前シュートに行きます。ちょっとバウンドが合いませんでした。いや、合わなかったですけれども、はい、やはり前線フィニッシュまで持っていく形というのは非常に距離感であったり、はい、ダイレクトに3本つながったりだとかね、はい、もちろん数的不利というのはしょうがないんですけれども、はい、少しマイクはいる、人数はいるんだけれども、マークにつききれてない、はい、レースの最終ラインというのは気になりますね。マリッチからまた今ポンテがなんとか前へ落とそうと頭で出して、この田中達也のシュートまで結びつけています。長い、あ、平山の頭に当たりましたか、足が。いや、田中達也にせよ、まあ、鎌田にせよ、利き足の違いっていうのはありますけれども、うん、ですね、はい、特徴的にはやはりスピードであったり、はい、裏のディフェンスの裏で飛び出していく動きであったり、うん、はい、
似てますよね、しかし今日のゲームに対して決定的に違うのは周りとの距離感ですよね、まあ、1人少なくなってしまっている展開っていうのもあるかもしれませんが、まあ、前線の玉田が孤立してしまうこういった形はもう避けたかったんですよね、はい、レイソルは3分と13分にイエローカードを1枚ずつもらって2枚のイエローで明治退場処分になっています。さあゴール前です。マリッチ足元止めて浮かせた。キーパーオフサイドありませんでしたね、でしたね。キーパーの頭越しを狙いましたマリッチ。いやもちろんフォワードでレッツ、はい、田中達也の話がかなり上がってますけれども、シンプルですけども、このマリッチも自分の役割といいますか、チームが代わりに求めていることというのを十分理解しますよ、ディフェンスを背負ってプレーしたときはシンプルに叩いて自分のゴール前のポジション、なんとかレースをクリアです。なので連携がスムーズですよね、マリッチが競ってくれた分ポンテもつなぎやすく、あとはフィニッシュをするだけという、そうですね、まあ、前線のマリッチが引っ張る分ね、ディフェンスラインをどうしても引かざるを得ないですよね、その空いたスペースに2列目からポンテでやったり、田中達也、もしくは長谷部も飛び出してきますからね、すごいから確認していますが、周りこうやって守備的には鈴木啓太が下がってきます。オフサイドはない、ありません。マリッチ、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 また上げて、跳ね返されています、跳ね返されています。さあポンテ、ポンテ、チャンピオンズリーグの経験もあるベテランプレーヤー、キーパー直接クレーム出して叩いてますな。レイノードが左にいます。この後どこまで行けるか、レイナウ、レイナウド出しところがない、平山、レイナウド、ワンツー、さあ出た出た、ゴール前です。あとはゴール前です。低いボール、まだ拾います。レイ横へ預けてゴール前2枚、レイナウドと玉田浮かせて裏へは出ません。また拾いに行きます。少しなんか感じてませんでした ね、はい、ですね。40分経過しました。やはりあの明神がいなくなったところは気持ちあのクレーブルが下がり気味ですね。いや下がってますけどね、攻撃に移った時はどちらかというともダイヤモンド型と言いますか、大谷が1枚残るような感じですね、残り5分間柏レイソルがここの時間を我慢できればまだゲームが面白くなっていきますが、1人少ない状況でここまで戦っています柏レイソル。逆にレッツはこのまま1対0で折り返すか。長井の右のサイドからの攻撃が減りましたね。あともう少しテンポ上げていいと思うんですよね、前へ前へ急ぐのではなく、もう少し速いテンポで横の揺さぶりが必要ですよね、レッツもね。長井と長谷部です。長井跳ね返されたボールはまたレッツボールです。右は長井です。得点シーンの時間帯にあった左サイドから逆サイドに展開して長井が1対1、ああいうシーンですよね、そうするとかなりディフェンスラインっていうのは横の揺さぶりによってバランス崩しますからね、ここもチャンスか、間に合いませんでした。ポンテが後ろからのチェックファウルじゃないかと主審の今山西さんにアピールしてましたが笛は鳴っておりません。さあレイソル、あと3分から4分しのげるか。キーパーは南、前節は神戸に 1-0 で勝ちて勝ち点3です。ん、平山がここで交代ですか。残りまだあと3分ほどというところですが、小林雄三出てきました。4バックにするんですかね、左
村山を下げています。確かにレースの最終ライン、薩川派と土屋といったところで、レッツの攻撃陣1対1の局面なんですね、ゴール前が、はい、それがポンテ、マリッチ、田中達也に1枚1枚ついているので、はい、どちらかというと1人余らしたいですよね。ちょっとそのために残り時間少ないですけれども、一応メンバー変えて貯めておこうと、はい、うん、平山を下げて小林雄三を入れました。まだ20歳の若いプレイヤーですが、このところ小林雄三よりも小林雄今回出場停止ですが、小林勢2人とも若手のプレイヤーで、さあ勝負に行きます。バランス崩しながらもキープポンテ、マスターチェック、マリッチが中にいます。田中達也ももらいに来た、シュートが上がった、シュートがどちらかというと中央より少し左組みの位置からの、このミドルが多いですが、はい、味方に当たったんですね、ですね、一瞬ディフェンダーかと思いましたが、味方のプレイヤーマリッチに当たって、はい、打っています。まあ、しかし長めのシュートですけれども、はい、あのぐらいの距離から打つことによって、今度は同じようなシーンが生まれたときにディフェンスがアプローチに行きますよね、となれば引いてゴール前を固めて守るというようなディフェンスではなく、多少なりともラインを上げなきゃいけない、となれば裏のスペースに、飛び出していく、スペースが生まれるわけですよね、そうするとこの長谷部のは伏線になっていくわけですね、はい、レッツの攻撃です。残り時間1分になりました。あー、土屋かなり厳しいチェックで音がしましたが笛は鳴っていません。マリッチ、マリッチ、ここ3人対1人ですがマリッチキープしました。結局ボールが戻ってきました。逆サイド、さあ長い、あ、ハンドかな、長いハンドですね、ですか、 あまり慌てずにというところですが、ちょっとボールが長かったんでしょうかね。いや、しかしいい展開ですよね、これ久しぶりにまた出てきました、長谷部からの展開でしたけど、よく見てました。ホームゲームです。ご覧のように今日の駒場スタジアムには1万6865人のお客さんが入りました。キャパシティが2万1000を超えていますから、まあ、これは満員というスタイルではありませんが、これは笛は鳴りません。スコイがケアです。長いロスタイム入っています。左へ振ります。その後ろに田中達也、まあ長屋腰を掴んでましたから薩川に対するファールかなという感じもありましたが、薩川カード出ましたね、はい、ですね、はい、前半残り時間が少ないところ、44分でのイエローカード1枚は長屋に出ています。途中出場の小林雄三、ポンテにマンツーマンのような形についてますね。ポンテに自由には仕掛けられていくようなゴール前シーンでした。長いご覧のようにポンテにぴったり黄色いユニフォーム1枚くっついています。で、増田が最初ラインに入って、はい、ボーバックですかね、はい、右サイドバックユーティリティーですか。お、玉田の方のファール取ったんですか。間に入りました。まあレイソルからするとイエローカードの枚数のバランスから考えてもかなりレイソルが多いですが、うん、まあ、ボール的にはレイソルボールなんですけどね、腕抜け出た時に引っ張ってんじゃないかと、打ち立てが引っ張ったと、はい、
攻撃というのは今シーズン非常に厳しく取られますからね。さあこの位置からちょっと距離ありますが、先ほど一度もう少し近い距離でゴール前でなかなかいいボールが入って、クレーベル、さらにはレイナウドが絡んで、キーパー鈴木がハーフの高さでキャッチするというシーンがありましたが、ゴール前、またワンバウンドです。同点のシーンは作れません。1対0です。ここで前半終了のホイッスルになりました。前半は浦和レッズが1点をリードして折り返しました。23分ポンテのゴールです。今日は田中達也、玉田、代表のフォワード争いちょっと一つ見どころというような状況ですが、この2人にはゴールはありませんでした。いやレッズ1点、レイソルはなんとかその1点でしのいだ、まあ、そういった展開になりましたね、はい、早い時間帯での明治の退場でしたからね、こういった展開になってしまう、ポジションもレッズペースで進んでしまうというのはしょうがないと思うんですけども、まあ、なんとかその1本は4枚で1人退場というのはこれは明治です。さあこれから後半に入ります。浦和レッズボールです。マリッチとこの田中達也の2トップです。怪我人が多い、特にディフェンス陣に怪我人の多い、出場停止の多いレッズにとっては次の点数を早く取りたいところです。逆サイドへ振っていきます。さあ中へ抜けてできてました。シュートは危ない、あとはファールでは今ありませんでした。ホイッスルありませんね、はい、しかし今簡単に抜け出られた感じですね。そうですね、前半同様マリッチにボールを預けて2列目の選手が前を向いて飛び出していく、はい、非常にいい形でしたけどね、はい、両チームともにメンバー交代なく後半をスタートしています。背番号13番は途中前半終わり頃から出てきましたが小林雄三のファールです。レッズはキーパーが続き、最終ライン右から坪井、堀之内、内館、中盤のところは鈴木啓太と長谷部、右に長井、左に酒井、そしてポンテが前にいて2トップは田中とマリッチです。浦和レッズ前半と交代はありません。今日はトゥーリオ、山田、そしてサントス、アレックス3枚が出場停止、平川とネネが怪我ということで出られません。ブフバルト監督にとってはちょっと心配な今日の、まあ、もちろん初ポジションということで酒井を左に置いたという布陣ですが、そこで1点をまず取りました。まあ、その左サイドの酒井の崩しということの流れの中ではありませんけれども、はい、その左サイドで起点を作り、そこに集まってきたレイソルのディフェンダーを、まあ、サイドチェンジをすることによって横の揺さぶりですよね、はい、なので仕掛けてくる、勝負をしてくるのは右サイドの長井のところだと思うんですけどね、はい、やはり後半もそういうスタイルになりますかね。なるでしょうね、やはり前前だけじゃなくピッチの幅を広く使った攻撃、はい、それが必要になると思います。その長井とポンテのパス交換、田中達也前で動きます。クリアは鳩です。マリッチに土屋がついています。そして鳩が入ってくる田中達也を見ています。中盤です、中央です。でスケンターを土屋とこれ鳩で固めて、やはりあの増田が右に、右のサイドバックですかね、はい、入ってるようですが、さつかは左です。長井、さつか、ゴール前にレッツが入れてきます。キーパー出られない、危ない、また飛び込まれました。今セットプレーのところで堀之内が急、まあ、現れましたが、これはレイソルにとっては嫌な、そうですね、マッチアップしたのは大谷だったんですけれども、はい、完全に堀之内のポジションっていうのが頭に入っていませんでした、ね、ですから自陣のゴールに向かっての足での組み合いになりました、まあ、一番気をつけなきゃいけない、はい、この前後半の立ち上がりの時間帯なんですけれども、はい、まあ、立ち上がりの1本、はい、2列目からポンとの飛び出しもありましたし、今のシーンもそうですし、はい、まだ隙はあるかもしれませんね、あの時間帯に追加点を許していれば、はい、もうレイソルとしては後半まだ時間はあるとはいえ、リスクを犯しても前に行かなきゃいけなくなりますからね。さ
点取れば同点です。鎌田が出して増田が上げて、右のサイドバックに入っていきました。その1列前にいたスタート段階です。増田、後半は増田と土屋、あとさつか、小林雄三が少し1列前に入っています。また来た、ゴール前マリッチに出すか、一度戻して永井、永井が上げる、また永井戻す、もらいに来て長谷部、長谷部は打ってきました。あ、後頭部に当たった、大丈夫か。ちょっとあの敵の選手を見ながら中に入りましたんで、ゴール前です。入ってシュート決まりました。田中達也、オフサイドはありませんでした。後半の4分、田中のゴールです。いや、日本のピンチをね、この後半立ち上がり不正なんですけれどもね、はい、嫌な時間帯に2点目追加点を許してしまいましたね。この田中達也に入るアタックの前に1本入って、それが跳ね返されて、で次のシーンでした。ちょっとここだけずれてましたか、田中達也に対するチェックですが、まあ、それもそうですし、はい、その前に長谷部のシュートで、はい、大谷ですかね、頭に当たったの、ね、で1回倒れていたので、はい、選手がちょっと止まりましたよね、うん、はい、プレーは続行されて、ご覧のように2点目が入っています。後半の4分、田中達也のゴールでレッズが2対0です。これで田中達也、今シーズン8点目のゴールです。彼が止めてシュートではなくて、はい、体を投げ出してね、合わせていく、はい、本当コースを変えるだけなんですけどね。しのげるかと思った時間が結局1点失いました。はい、嫌な時間帯での、ね、まあ、追加点を与えてしまいましたね、はい。立ち上がりの5分経過する直前です。田中達也のゴール、これでポンテ田中達也で2対0になりました。シュート打ってきます。キーパー弾いた、増田がクリア。最初長谷部が前半打ってました、はい、この辺もバランスだと思いますね、はい、左コーナーキックになります。先ほどもこのコンテが前半いいボールを中に入れていました。スゴイがいます、マリッチがいます。ショートコーナー見せました、戻して、さあマスのチェック拾います。中コンテヒール、土屋のクリア、ゴール前までどう持つか、永井はこの下がり気味にいます。コンテが受けに来ましたが、永井です。田中達也前、マリッチ、オフサイド、はい、いや、オフサイドにはなりましたけれども、シンプルですけどもね、的確ですよね、はい、マリッチのプレーね。今も綺麗に田中達也に出しました、はい、本来フォワードであれば、あのペナルティーボックスの中勝負したいところですけれども、はい、シンプルに前を向いている選手を使うあたりね、非常に連携が取れてますよ ね、 ですね。マリッチからすると6試合ぶりのスターティングメンバーでの今日のプレーということになります。ここレイソルが前半終了間際に小林雄三を入れることによって、はい、まあ、4バックを変則的ではありますけれども、はい、システム多少変更し、ポンテに小林雄三をつけるような形なんですけれども、はい、最終ライン4枚並べたとしてもゴール前今同数なんですよ。そうですね、1枚余るような形は取れてないんですよね、はい。遅くなった分詰められましたが、さあ今度はレッツ、コンテうまく出します。しっかり出してきました。長いマリッチがゴール前、ゴール前3対3ですからね。
ュートシーン絡めました、はい、そのあとなかなか、まあ、しょうがないでしょうね、1枚少ない状態ですからね、はい、うん、レイナウのプレーベル、ここから玉田への供給というのが前半の立ち上がりはありました。レッツの方は前半に1点、後半の立ち上がりで1点取りましたので、これで優位にゲームは進めていけるんでしょうけれども、ただよくあの2点というのは怖いと、いや怖いですけどね、ね、それはあくまでも11対11の場面だと思うんですよ。長い空きます。間に合いそうだ。間に合った。ゴール前。マリッチのシュート。待ち構えていてマリッチ、これでヘディングシュート決まって3対0です。ゴールのポジショニングもいいものありましたが、でその前の長井のお膳立てですよ ね、はい、ですね、悪か悪ないかギリギリのボールだったんですけれども、はい、長井がよく追いついていいボールを戻しました。アシストは長井、ヘディングシュートはマリッチ。中に折り返すだけでなくこれ合わせましたからね、はい、こうですもんね、はい、もう少し低ければ土屋にクリアされるボールでした。もう中に上げる場面ではもう中見てませんけど、はい、しっかりその前にポジションを確認して、はい、石の疎通が出してもらえてできてましたね。キーパーにとっては一番嫌なところへヘディングバウンドされましたが、マリッチ今シーズンこれが3点目のゴールになります。いやー、オレッツにグイッと勝利を引き込む、はい、また1点が入りましたが、いや本当そういった意味では楽になる3点目ですよ、うん、ですね。これ3点目が入ったことだって、はい、今まで以上にレースを取るというのはリスクを犯さなきゃいけない、はい、環境にはなりましたよね。フォーバックを引かずに、はい、でも松田のポジションというのが多少高くなると思うんですよね、はい、そこを使ってた。鳩のファウルはイエローですか、うん、ボール先行ったようにも見えましたが、2枚目ですよね。ないですもんね。いやうん、後半11分鳩もいなくなってしまいます。今日のゲームレイソルのキャプテンマークがちょっと呪われてます ね、ここでこのボールが前へ出ました。まあ、確かにボールには行っていません、はい、今のプレーなんか見たらレフェリーに対する印象は良くないですよね、はい、あとイエローカード2枚目で退場です。これで今度キャプテンマークをもらうのは土屋ですね、はい、これでレイソルはなんと9人で残り時間を戦わなければいけません。ラモスコーチはこの表情ですが、まだあの11分ですから、明神がいなくなった時とまあ似たような時間帯ではありますが、まあ、しかし3対0と3点差つけられた試合状態ですからね、はい、土屋が今キャプテンマークをもらいました。ゴール前のシーン、うん、あー入った。マリッチが2点目です。後半の12分、ちょうど今ベンチの映像が映っている間にヘディングということですが、結局また長井からのボールが来て、そしてヘディングシュートでマリッチです。あ、少し一方的な試合展開になってしまいましたね、はい、戻りながらのクリアに土屋も入っていたんですが、ただね、前に入っている黄色のユニフォームのレイソルの選手たちを飛び越えたボールが入ってきた、はい、マッチアップしたのは土屋、はい、でもそうですし、うん、その前に増田もいましたからね。そうですね、はい、ボンテから、さあここでタワーはボールに飛んですね、はい、土屋のナイスフォローでした。いいディフェンスを見せました。しかしちょっと田中の倒れ方が嫌な感じで倒れてますか。ボールには行きましたもんね、はい、
田中達也の倒れ方がちょっと前に、いや相当痛がってますから、これはどうでしょう、この後プレー続けるのは難しいんじゃないでしょうね、はい、足首も含めて、あでもこれだけ痛がってますもんね、はい、尋常じゃないですね、はい、しかし土屋がアタックに行ったあのプレーっていうのはしっかりボールに出ましたから、嫌な形で足をつけましたからね、これレイソル今メンバー交代の準備はしてますが、その前にちょっとこの田中達也の状況が、心配です。グルバルト監督が近くに来ていますが、あ今高本コーチが来てちょっと今交代を待ちましたね。今背番号8番のレイナウドに変えて11番のフランスを入れようとしているんですが、フランスがもしピッチに立つとこれポンテと元同僚ということの対決になりますが、今日はスタートで使われておりません。あ土屋がちょっと申し訳なさそうな表情になっていますが、ただ守備をするプレイヤーからすればそこは当然ね、ボールに行ってましたし、残った足が田中達也の足首なんかに当たったのかもしれませんけどね、はい、ここで田中に代わってエスクデロが今準備していました。背番号34番です。いや少し田中達也心配ですね、はい、あれだけ痛みをあらわに表情に出していました。後半の15分がすでに経過しました。ゲームは再開されています。田中達也が怪我でアウト。今代わってこのエスクデロが入ってレッズの方は11人に揃いました。浦和レッドダイヤモンドで11番田中達也に代わりまして34番セルヒオ・エスクデロが入ります。さあこれでエスクデロがピッチに立ちました。まだ17歳です。ギリギリのところでオフサイドです。アクフェを超えた直後ぐらいでした。さあ田中達也に代わって出てきたこのエスクデロ、今日はベンチがとても若い。エスクデロ17歳、細貝赤星は19歳、横山が20歳。タモグナに変えるんですね。最初あの8番のレイナウドを表示してたんですが、フランスさんに演じたのは田中の交代でした。さあフランサ登場です。フランサは、まあ、新加入というのは今シーズンの田中だということになりますが、レバークーゼンでプレーをしていた29歳のプレイヤー、フランサ登場です。途中からですね、途中加入ですね、8月4日にフランサが入ってきました。ですからそういう意味ではこのポンテと共にかつて一緒にプレーをしてヨーロッパで活躍していたプレーヤーです。セットプレーです。浦和レッズ相手は9人、当然ご覧のように赤いユニフォームが余ります。シュート長谷部、今度は枠行きましたね。前半はゴール前クリアです。枠に行かないシュートするのが多かったんですが、ただあの追加点を取った時にはこの長谷部のシュートに対して、まあ、大谷あたりかというねお話もありましたが、脳震盪があってね、でちょっとゲーム少し止まるのかなというね、シーンがあったところで追加点を、あエスクデロゴールはならない、なりません。まだありますよ、はい、ポンテ、ポンテマリッチ中にいる、跳ね返った、跳ね返ったボール、マリッチシュートは入った。マリッチハットトリック達成です。いやーこれはすごい、3点目、4点目、5点目、3点目があれ19分だったんですよね。今手元の時計は18分ですから10分経たないうちにハットトリックの活躍です。
いやそれまであの自分のシュートを抑えてでも貢献して、うん、周りの連携っていうのを、ねシンプルにさばいて、はい、ポジション取っていたのがここに来て、ね、ちょっと爆発と言いますかです、ね、このシュートも、はい、自分でどうこうしようではなくシンプルなんですよね、はいはい、コントロールしてかわしてどうこうではなく跳ね返ったボールですね、はい、一度ここでポジションシュートを打ってたんですけども、はい、その後のまたポジション取りの速さであったりとか、ねはい、セカンドボールいいところに転がってましたよ ね来日初のハットトリック達成で今シーズン得点が一気に5に伸びました。マリッチ前半はポストプレー田中達也に落としたりポンテに落としたりしてきました。いやーレッズ大量これで5点ですね。前半の45分見る限りでは、はい、確かに明神の退場って見たかったですけれども、はい、1-0 でしたからね、はい、まだ十分にチャンスがあったわけですけれども、はい、2点目3点目とやはり鳩の退場も加えて何かこうリズムが良くないですよね、はい、せっかく前半に1点だけで我慢していたんですが後半の立ち上がりに最初にポンテが裏から飛び出すような裏へ飛び出すようなプレーがあった後からただまだあと25分あります。23番は大谷ちょっと静かになりました。レイソルサポーターです。いや9人になってしまったわけですからね、ちょっとこの9人対11人ではさらにレッズが点をセットプレーなどで取りに来ようと思えば当然またマークが全員戻っていてももちろんそうでしょうね、はい、時間もありますから6点目というのは狙いに行くと思うんですよね、はい、レッズの方はい、酒井です。酒井しかしベンチ一つ考えなきゃいけないのはこれから先やはり優勝に向けて1試合も落とさないわけですから、怪我人というのは怖いですね。田中達也の例もありますね、よく数件も来ました、まあ、坪井のコンディションからすればこれね今頑張ってますが疲労から来るちょっとまた足元で怪我などがあっても怖いですし、しかし、サブのメンバーを見るとディフェンダーいないんですよね。そうですね、そうですね、まあ、それだけ緊急事態なわけですよ、レッズにとってはね。休ませたいでしょうね。ですね。酒井、まあ、こうなるとある程度若手を前に使っても5点取ってもということを考えれば、はい、マリッチ今日もハットトリックの活躍を見せました。長井も今日はよくチャンスを作りました。そしてポンテワンツー、ワンツー、スリー入れてきて、酒井跳ね返って、ポンテ、ちょっとプレッシャーが遅れている。長い、長い、戻して、ポンテ、酒井、酒井はどうするか。この中でドリブルをまだしている、シュートに行った、入った。あそこでやられるとアプローチできないですね。できませんし、はい、どうでしょうね、もう完全に足が止まってますね。あの至近距離ですから、抜けてきたボール、やはり南の反応もね、多少遅れますからね。うん、酒井のシュートが決まりました。これでチーム6点目。いやこれで今シーズン2番目に多いチーム得点ということになりましたが、ベルディ戦が 7-0 で14節、7月に大量点を取りました。その時以来の6点目です。酒井がシュートを決めました。今日初めてのポジションでなかなかあのゴール前までは、ね、姿を現せない状況だったんですが、酒井が今日左サイド、その境まで来る時もやはりよいしょよいしょではマークがずれていると言いますか、フリーな選手がいる、まあ、それは9人で戦っているわけですからしょうがないと思うんですよね。ここで長井がベンチに下がります。
で永井がベンチに下がって、まあ、ポジション的には若いプレイヤーが出てくるんでしょうけれども、横山が登場です。背番号27番の横山が登場、後半の23分です。永井に変わりまして27番横山拓也が入ります。2シーズン目に入っています。横山、静岡学園高校出身の横山です。まあ、レイソルには先輩たちもいっぱいいて、はい、という高校時代のちょっと、ね、先輩たちもいますね。ただこれゲームの中ではレッズからすればこの若手が前の方でプレーができる点差になりましたし、そのような長谷部、横山、いや今中あのファーストタッチの後シュートなんて思いました、はい。まあ、しかし、ね、この交代というのはもちろん経験を積ませるという理由もありますけども、はい、うん、2枚レースが退場してますので、ね、長い1枚カードもらってるじゃないですか、うん、はい、そういったところも嫌じゃないですよね、はい。さあここでレイナウドがこの時間で交代になりました。先ほどはフランサが出てきましたけれども、レイナウドに代わって今度は矢野が出てまいりました。背番号18番の矢野です。これでレイソルは3人目の交代が終わりました。85cmあります。21歳の矢野が登場しました。これでレイソルの方は平山に代わった小林雄三、田畑に代わったフランサ、レイナウドに代わった矢野、これで3人目の交代終わっています。早野監督です。残り時間はあと20分あります。後半の25分経過という時間に増田、グレーベル、大谷、グレーベル、矢野。さあ浦和レッズは今6点、後半に入って後半だけで5点を取りました。さあチャンスだ、1点返せるかフランサー、コーナーキックじゃないですね。フランサに対するチェックがあって出たかと思いましたね。レッズボールですが駆け上がります。待ちました。さあ浦和レッズ若手のプレイヤーが2人出てきていますので、少し今ここ坪井がいて、永井が今ベンチに下がってますので、右のウィングの代わりました。少しポジションが変わっています。すごい無理に前は出ません。ゴール前横山、エスクレゴール前、おーっとバーに当たった。バランス崩しながら出してきました。シュートに行きます。正面です。エスクデロ、エスクデロが長いのは右サイドに出ましたね、はい。先ほどは狙ったのか、あのだいぶ悔しがりましたがバーに当たって、うん、いやイメージは中に合わせたと思いますよ。なるほどね、はい。さあレイソルボールのリスタートはもっと前だと、もっと前だと、もっと前だと、かなりこれはグレーベルも抵抗してますが、スコアが6対0と浦和レッズが今大きくリードしています。マスターのスローインです。レイソルボールです。イライラが溜まってしまっていますね。イエローカードが出てしまいました。クレーベルです。手元の時計は後半の28分です。クレーベルイエローカードです。
このクレーベルのイエローカードで、イエローカードが1、2、3、4、5、6枚目になりました。レッドカードがまあ2枚と、はいね、なってますので、退場者が2人出ると ね、 ね厳しくなりますし、ゲームプランどこじゃないですよ ね、 ですね。厳しい状況です。スコアも6点取られました。柏レイソルにとっては前節勝ち点3を取っただけに、今日のゲームレイソル戦、レイソルはレッズ戦、1年1でも積み上げたいというわけですが、守るレイソル、まあ、レイソルも順位的には12位、はい、で勝ち点も3なんですけれども、はい、そこは本当団子状態ですからね。もちろんこの大敗というのが、はい、まあ、非常にこれ厳しい状態ですけどね、はい、6-0 という状態は、はい、このゲームが終わって、まあ、残り7試合になるわけですね、はい、安全圏内に脱出するためにも何かこう次節まで引きずってしまいそうな ね、 そうですね、敗退と言いますか、はい、展開ではありますけれども、あと鳩であり明治は次節出れないですね。さあここで背番号25番の赤星がデビューということになりました。19歳、176センチ、まあ、長谷部先輩に代わって出るという、はい、同じ藤枝東高校の出身というプレーヤーです。これで3人出てきたプレーヤー、17歳、20歳、19歳、浦和レッズ3人のメンバー交代終わりました。後半の29分に長谷部がベンチに下がりました。さあ7点目狙うか、うわ大きい、かなりエスクデルも果敢にゴールを狙いますが、浦和レッズは前半のポンテ先制ゴールは23分でした。後半に入ってまず4分に田中達也が2点目、チーム2点目をもたらしました。その後9分、12分、18分となんと9分間でハットトリックをマリッチが達成しまして、一気に5対0、さらに酒井が追加点、ゴール前で過去陣技からのシュートで6点目が入って現在6対0です。まあ、初出場といいますか、はい、ピッチに立つ赤星であったり、そういった選手を試すには、ね、絶好の試合展開といいますか ね、 ですね、プレッシャーないところですもんね、まあ、経験をさせるという意味ではね、はい、外はありますよ、はい、エスクデロ行きます。山本さん使いに対してエスクデロ、さあシュートに行く、左足のシュートを見せました。この赤星です。チャンスでしたけどね、はい、コンテが丁寧にグランダーのパスを出してくれました。そしてこの赤星のシュートでした。ただレイソルにとってはまだ15分ぐらいあるのかと、かなり長い15分だと思いますが、後半の45分は長く感じるでしょうね、はい、まあ、若手にとってはこのレイズはモチベーションが十分に、本人たちも大差ではあって、はい、アピールというのも、ね、含めてあるでしょうけども、逆に守っているレイソルにとってはもうメンバー交代はなく9人で残りも戦わなければいけない状況です。矢野での田中達也が状態ちょっと気になりますが、エスクデロは田中に代わって出ています。さあ矢野、まあ、途中出場のフランスであり矢野騎手をなんとかしようと前線で、ね、動き回っているんですけども、この長い時間帯から数的不利な状態で戦っている中盤がやはり押し上げだったりサポートができないので空回りしょうがないですよね。ですね。
シーズン最初の対戦はレイソルが3対0で勝っているんですが、こちらが横山。横山が最初にいた田中のあたりの位置で、永井の位置にエスクデロ、そして長谷部の代わりに赤星という列です。さあその赤星がキッカーになります。左コーナーキック、中央空いてきた、あっとクリアしました。キーパー南は出られませんでした。まだ列の攻撃続いています。蹴った足がちょっと最後当たったか、体をうまく入れてシュート、うわーっとバー叩いた、いいシュートを見せました。横山ですね、横山ですね、はい、反転してから早かったですね、横山は今シーズン1点あります。それが J リーガーになっての初ゴールです。横山スタートをすぐしました。横へ出す、前に出し、まあ、余裕があります。エスクレゴール前落とした、横山触れません。かなりネットを揺す、まあ、揺らされた印象が、ね、はい、あると思うんですが、あと10分あります。早野博史監督、レッツが守りました。中盤が入ってきましたね、はい、中央突破するか。横山はまだキープ、ちょっとコントロールがうまく合いませんでした。横山ディフェンスに回ります。ポジション的に横山の場合は、はい、得点差といい時間帯といい伸び伸びプレーできるんじゃないでしょうかね、はい、今のファウルイエローは出ていません。赤星ピッチに立つ以上、アピールの場ですから、はい、そういったところ前線の選手の若い選手が入ったことによって、6対0という得点差というよりも、はい、まだこう、7点目を狙いに行くような、ね、積極性は見られますよね。エスクデロ、赤星、ワンツーはポンテ、左へ坂井、ゴール前横山クリアです。マリッチも入っていました。ファールはありません。今日の最終ラインは内立、堀の内、坪井の3枚。まだ1点しか取れていない時には突然堀の内が現れたりというシーンがありましたが、はい、もう出てこないです ね、 ここでね、まあ、最終ラインはリストは起こさないでしょうね、はい、坪井から堀の内前、うまく出します。さあゴール前2枚待っています。この表情ですよ、横山。相手は増田でした。柏レイソル、最後までサポーターの声が続いています。非常に苦しい展開ですけれども、先ほども言ったように残り試合を考えてもね、これから先気持ちの切り替え、このゲームが終わって次のゲームですぐ来るわけですからね、はい、
何か次のゲームに選手一人一人がつながるようなワンプレーワンプレーをこれから大切にしていってほしいですけどね。ですね。で特にこの後のフロンターレに当たりますが、その後大宮新潟清水と、はい、タイとの直接対決ですからね。ですね。そこへどう気持ちをまた切り替えられるか。もう今日のこのゲームはスコアが現在6対0ですから、返せればもちろん取っておきたい点数ではありますが、こういうセットプレーも一つですよね。そうですね。クレーベルとフランス、手前側がクレーベル、向こう側にフランスがいます。フランスが落としてくるか。フリーキックはフランスでした。マリッチと握手。もともとブンデスリーガでは共に戦っていたプレイヤーたちになるわけですね。マリッチもポンテも、マリッチの方はもちろんトップではなく最初は下で2部リーグの方で活躍して、そして上に上がりました。でポンテはレバークーゼンで常にプレーをしていました。まあ、そういう意味では本当に J リーグに途中加入してくるプレイヤーたちもヨーロッパのリーグで、コリンの内ですか。今イエローコリンの内に出たように見えたんですが、ゴール前スタートしています。いや出ましたね。40分ですね。はい。まあ、最後ですよね。大谷との1対1の局面での、はい、まあ、ボールと違うところで体を寄せたということですかね。はい、ですかね。注意ではなくいきなりイエローでした。コリンの内にイエローカード。この位置からさあレイソルにとってはこれチャンスです。マスターもいます。矢野の高さを生かしたい。内田がついています。上げる、いいボールだ。クリアしました。横山が出した。エスクレオが行く。レイソルは小林雄三がタッチで飲まれています。浦和レッズ現在6位、勝ち点41でこのゲームに入りましたが、勝ち点3は確実になってきました。44に伸びそうです。浦和レッズ今シーズンは当初はポンと抜け出すチームが出てきて、もうこのまま行くかと思いましたが、1位になればみんな足踏みをするという不思議な現象が起きましたが、まあ、中盤さえ投げれば鹿島が走ってましたからね、はい、上位陣、そして真ん中、さらにはただ下位の方の争いが団子状態ですね。まあ、団子ですし、このレッツも6位、はい、で首位のガンバと今日の時点で勝ち点10なわけですよね、はい、試合数からしてもまだ十分チャンスあるわけですよね。中入れるキーパーです。しかしその6位のレッツが7敗してるチームがね、はい、優勝のチャンスがあるというのもね、少し勝ち点的には低いのかなという感じはするんですよね、はい。まあ、残留争いの数字もよく言われますが、問題はこの優勝争いのところの勝ち点数が、まあね、リーグ1シーズン制ですから、はい、どのぐらいまで、まあ、見てる方とすれば最後までもつれてくれるというのは一番面白い展開ですけれども、はいはいね、はい。まあ、このところ大阪にいるチームが元気でガンバとセレッソが連勝をというところを見せています。フラッグが上がっていました。こちらは赤星デビュー戦になります。本当のミドルプレーしてますよ、はい、ですね、はい。まあ、ホームです、はい、また埼玉スタジアムと違って駒場っていうのは独特の雰囲気ありますね。ですね、はい。今日大量6点を取っていますので、今シーズンの点数の方が浦和レッズが今48に伸びています。前節までで42得点30失点というのがレッツ、レイソルは29得点33失点というのは26節終わった段階でしたが、さあ
はかなり、はい、あですね、続けですね、気持ちは抑えたシュートそうですかね、これだけの大量を取ってますから、はい、俺もっていう気持ちも多少あったと思いますね、ですね、はい、浮いてしまいました。しかし今はたいたのもセカンドボールに取ってからマリッチがまた横にはたきましたけど、はい、フォワードとしてはまあハットトリックしてるっていうのもあるかもしれませんが、非常にこうシンプルでね、マークするディフェンダーにとっては嫌ですよね、ガツガツ前向いてくる方がね、プレーはなんとなく予感というか予想できるんですけど、長い跳ね返しました、クリアです。9人で7がっています。頑張って止めました。ああやってまた戻ってくればエスクデラもう一回シュートチャンスあるかなというところでね、まあ、今ねの怪我ですから、はい、外国人枠の関係でねですね。マリッチポンテ、酒井が来た、酒井が来た、酒井が来た、うわー抜いてしまった。頑張ろう、サンテサンテ、ラスト頑張ろう。さあロスタイムに入っています。酒井慣れなポジションを今日懸命にこなしました。しかもチームは6対0と今大勝へ向かっています。今日はトゥーリオがいない、山田がいない、サンクスはアレックスがいないというところでかなり心配はされたんですが、うん、でもしかしシステム自体を、はい、はいじらずに選手を、まあ、やりくりしながら、はい、苦しい展開だったんですが、前半早い時期にニュージーが退場して、はい、展開が本当に列を楽にさせてくれましたよね、はい、列からすればガンバ戦までの、この直接対決の間に勝ち点をこう、ね、積み上げていく、はい、まだ首位のガンバの直接対決が待っています。こちらは途中登場の矢野、スボイがつきます。ベーベル、ディール・フランス、ここから長い距離まだドリブルできます。まだ止められません。レイソル預けてポンテ、マリッチポンテ、さあここは中持って持って持って赤星は横へ出した、ヒールポンテ、うわこぼれてきたとこ、横山入れた、いやー横山ゴール決めました。まあ、最後までゴール前にいたという、ね、うん、それもそうですし、はい、前を向いたポンテをシンプルに使うあたりとかね、余裕ありましたけど ね、ロスタイムのゴールでこれ7対0、あ山田が映っています。今日は山田出場停止ということで出られませんが、いやこれでなんと浦和レッズが7点目入りました。この7点というのは今シーズン2度目で、このまま7対0で抑えるとベルディ戦と同じようなスコアで、全く同じスコアで終わることになります。赤星入れてポンポンと来たんですが、これ横山綺麗にボレーに当てられませんでした。そうですね、はい、まあ、余裕があるからこそできるようなプレーでしたけど ね、ゴール前で、はい、しかしまあ、ね、その7失点っていうのは非常に次節まで影響を及ぼしそうな展開ではあるんですけども、うん、ですね、はい、あの今シーズンベルディが7失点という試合を突っ立って2試合続けてしましたよね、はい、あの時とは違いますよね、うん、完全に理由というか原因が分かっているわけですから、はい、そうですね、はい、あれ少ない中で、はい、失点でした。こういった試合展開というのはある程度覚悟してたとは思うんですよね、うん、はい、2人減った時点でですね。ここで試合終了です。結局この一戦は浦和レッズが7対0と大差でこの柏レイソルを下しました。勝ち点3が入って浦和レッズの勝ち点が44に伸びています。得点がこれでチーム得点が49、失点は30のまま、マリッチのハットトリックで一気に点差をつけました。さあこれで浦和レッズはこの後は埼玉ダービーと大宮戦、その後フロンターレ戦と昇格組との対戦が2試合連続待っています。まあ、そのこれから先7試合ですか、はい、落とせないゲームです。追う側としてはね、はい、ガンバに対してこれ以上水を開けられたくないですからね、うん、はい、なので弾みのつく試合展開になりましたよね、うん、
その2試合を戦った後にガンバとの直接対決が待っています。怪我であったり、まあ、少し田中達也が、ね、気にはなりますけど ね、はい、ね、ちょっと最後の、ね、倒れ方も嫌な感じにはなりました。一方のレイソルはやはり先ほども言ったように、はい、原因がはっきりしているわけですから、もちろんフラストレーション溜まっているかもしれないですけども、はい、気持ちの切り替えが必要です。ですね。さあ、それでは今日のゲームのヒーローインタビューはマリッチ選手になります。放送席、放送席、そして会場の皆さん、今日のヒーローはマリッチ選手です。見事なハットトリック、チームとしても7対0圧勝しました。Als erstes würde ich sagen, wir freuen uns sehr natürlich alle, dass wir gewonnen haben, aber viel wichtiger ist, hoffentlich wird Tatze so schnell wie möglich wieder gesund und ich hoffe, dass die Verletzung nicht so schlimm ist. まず勝ったことをとても嬉しいと思っています。ただ私が気になっているのは田中選手の怪我です。早く良くなってほしいと思います。まあ、駒場としても今シーズンリーグ初勝利とはなりました。応援し続けてくれたサポーターにメッセージをお願いします。Die Fans, das ist egal ob wir auswärts spielen oder zu Hause spielen, das ist immer wieder ein Erlebnis im Stadion aufzulaufen und nach dem unglücklichen Ausscheiden im Pokal sind wir alle sehr froh, vor allem für die Fans, dass wir heute auch in dieser Höhe verdient gewonnen haben.サポーターの皆さんはアウェーでもホームでもいつも素晴らしい応援をしてくれていてとても嬉しく思っています。ナビスコカップに負けてしまいましたが、その後で今日駒場で勝てたことをとても嬉しく思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。マリッチ選手でした。まあ、ハットトリックを達成したマリッチ、自分のまず喜びよりも相棒の田中達也を気にしたと、ね、そういったね、このコメントからしても、はい、周りを気にしたプレーっていうのがね、うん、もっと自分でいけば3点以上取れたかもしれない、うん、そういった局面でも冷静に周りを判断して。